はい、皆さんこんばんは、本日もゆみぽチャンネルが始まりました。ゆみぽチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日 MC を務めるフォレスト出版の土屋です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、本日は、ゲストに、この度電子書籍化になった浮気がバレる男バレない女の著者で、総合探偵社スプラッシュジャパン代表の現役イケメン探偵の今野弘之さんをゲストにお迎えしております。はい、よろしくお願いします。いやー、イケメンですね今日もそしてですね、本日もう一人、こちらの、本のですね、編集を担当した、森江浩太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、イケメンですねイケメンですね。まずですね、こちらの本を、まあ、書籍化するにあたって、まあ、どういうきっかけでこの本が生まれたのかっていうのを聞いていきたいなと思うんですけれども、河野さんを目の前にして一番知りたいことって何かなっていう話になって、やっぱりその探偵さんの話っていうのはやっぱり一番やっぱり人は興味あるんじゃないかといったところでこの企画が始まったっていうところですね。でお話を伺っていると結構なんだろう、男の人と女の人の浮気の特徴って違うよとか結構いろいろ面白い話が出てきたので、でまあ、結局タイトルも、バレる男バレない女になってるんですけど、バレやすいのが男でバレにくいのが女だという話があったので、まあ、それをちょっと一つねこのタイトルでということで始まったんですよね。そうでしたね、はい、まず最初なんですけれども、第一章の現代浮気事情最前線ということで、はい、このまあ、最近の浮気事情をですね伺いたいと思うんですけれども、まあ、こちらさまざまなことが書かれてるんですけれども、どうですかね、やっぱりソーシャルメディアとか最近流行ってると思うんですけれども、うん、やっぱりあの依頼をされる相談に来られる方っていうのは、うん、まあその自分がこう始めた時っていうのは浮気調査の依頼の形ももう変わってるんですよね、うん、昔はその例えば浮気してるかどうかもわからないけれど浮気してるかもしれない、その心配があるから調査をお願いされたいっていう人もいたんですけど、うん、最近はもう相手がどこの誰さんなのか、あとは証拠が欲しい、もうだから大体もう全部情報掴んでる、そういう方のも多いですよね。だからそのためのきっかけがもうソーシャルメディアだったり、うんうん、してますね。今までその浮気をしているイメージというのは大体男の人が多いと、で実はそれが女性の方が多いんじゃないかというふうなところの話がありましたよね、うん、今回。そうですよね。実際どうなんですかね。やっぱりあの女性の浮気がバレやすくなってるっていうのは感じますよね。男性からの依頼が増えてるから、うん、やっぱりその背景としてそのスマートフォンとかそのなんだろうなタブレットとかが急速に発展して便利だからみんな使うようにはなってはいるけど、女性の方がまだそれ使いこなしてない人とかのが多くて、使いこなしている男性側から見ると何をしてるんだと気になってくる。じゃあその背景何なのって言った時に、まあ男性関係がそこで浮き彫りになってくるっていうのはよくありますよね。なるほど、うん、そうですね。これもうあの男性と女性のその浮気を、まあ、しやすいタイプ、まずその森上さんからこうテーマもらってタイプをこう考えていくときに、男性って割とその性欲とか肉体的な方向に行きやすいんですよね、考え方が。でも女性の場合ってこう自分が今パートナーがいるとかそういう部分で大事にされてない心のつながりを求めている人たちの方が多いなっていうのが今までのこう調査を通してこう感じたところなんですよね。だから大切にされてない人っていうのはやっぱりそこで大切にしてくれる人が現れちゃうと生きやすいですね。なんかそういう傍受ができるみたいなものとかってあるんですかね、こう調べられるとか。うん、例えば車移動している人なんていうのは、うん、今普通にみんなの位置情報を取られてますよね。あ、それはナビってことですか、 ETC とか。そうそう、普通だったらナビとか ETC なんだけど、はい、あのもう GPS をあの自分でつけて車に、うん、やってる奥さんとか普通にいますよ。だからいつも何時にどこに夫がいていてそこで女と会ってるの分かってるんですと。だからその先の証拠写真は撮ってください。だからもう居場所まで分かってると、そういうのはもう最近多いです。へ、あ、もうその本当にもう奥さんがそこまで、普通の奥さんがもう普通にスパイになってます。うん、なんかよくあのパンツの匂いの話をするんですけど、パンツの匂いですか。パンツの匂い。今回ちょっと本には入れられなかった、うん、カットしちゃった部分なんですけど、うん、はい、せっかくなんでお話しすると、